皆様こんばんは。もちづきるかのいっぱい喋って演歌、パーソナリティのもちづきるかです。よろしくお願いします。えー、すごいですね。今日は、あの、この FM サルース、あの、透明のこう、ガラス張りの仕切りでね、観覧、観覧、観覧できるようになってるんですけれども、すごいですね。学生さんから、ちっちゃい子から、何歳だろう小学生ぐらいかな。え、7歳うわっか !7 歳ですって。小学2年生。 うわーかわいいねうわー小学2年生といえば私餅月瑠香はですね、ククができなくて居残りをしてましたいね、笑っちゃうね、面白いでしょう2人が死もわかんなかったんですよえ、10歳 ?10 歳わわ、嘘でしょ <laughs> 嘘だ <laughs> ちょっと今、今のキノコは嘘もつけるということでねちょっと餅月瑠香ちゃん、もうママと騙されちゃってますけれども高校生ですよね高校生だよね 違うえ高校生の服を着ながら10歳で言ってる男が言いましたちょっとびっくりしました <laughs> はいそんな私望月るか12月10日日曜日ですね福岡県にあります宗方ゆリックスハーモニーホールにてコンサート望月るか火曜コンサートを行います今からねすごく気合入ってます楽しみですまあそりゃあねコンサートもすごい楽しみなんですけれどもおいしいものいっぱい食べたいなと思ってます福岡といえばもつ鍋ですねねえみんな 食べたことあるかなつ鍋すごい目の前でバナナ食べてないよね <laughs> バナナ好きか私も今日バナナ食べましたバナナじゃないかもいやバナナですねバナナはね健康にいいので是非みんなも食べてね <laughs> ちょっとバナナ食べてる子がね多すぎてちょっとびっくりしちゃいます目の前で <laughs> はい今日すごいねなんか愉快ですねなんか風景が愉快いいことですねおいしいね はいということでちょっと何を喋ろうとしてたかもう全部飛んじゃったんですけれどもね何だときなあもう12月ということで1年が終わりますねあっという間ですねまあ12月もう1回私の回あるんですけれどもいややり残したこと皆さんございますか何かない <laughs> ないかない私はですねあの最近気づいたんですけれども一番若いのは今,です、ね、今がみんなね一番若いんだよ。 楽しんでででねねね人生ねはいいそういうことでです、ね、今一番若い時をもっとみんなの前にみんなの前で見せたかったなということがありますまあそれはテレビもそうですし、まあ、雑誌もそうラジオもそう全部そうなんですけれども配信もそうだしもうちょっと1秒でも長くみんなにこう顔を見せられたらよかったのまだ終わってないんですけれども <laughs> よかったなと思うので来年はそういう機会をたくさん もう今までよりも増やしたいなと思ってますはいそんな感じですかねやり残したことなんかやり残したことあるないないかなない可愛 <laughs> い,いんですけど <laughs> いや本当に最近のこうね顔ちっちゃいですよねめちゃくちゃ顔ちっちゃくてスタイル良いな,なんなんですかねそしておしゃれなんですよ私もねあのえー、っとですね大学生の時に あの某お洋服屋さんで働いてたんですけれども、まあ、小学校の子とか中学校の子とかが結構こう遊びに来るお店だったんですけれども皆さんね、まあ、おおさんなんんななでです、ね、すすねごいおしゃれなんですよ小学校なんですけれどもヒールとか履いてるしマニキュアも塗ってるし髪染めてる子もいたしなんかピアス開けてる子もいたし、ね、その今,今,の今流行りの最先端のお洋服を着てるみたいなそういう子がいっぱいいてびっくりしました。いや時代は変わっていきますね 今後も楽しみです時が経つのが <laughs> ちょっと何を言ってるのかちょっと分かんないんですけれども <laughs> まあそんな望月るか9月にですね新曲をリリースしましたその曲を聴いていただきたいと思います。餅月るかで100年の冬 スポディファイやアップルミュージック、ラインミュージックなど主要なサブスク配信アプリで聴きますもちろん CD でも聴けますぜひ聴いてください餅 <laughs> 月るかのツイッターでエンディングに生歌歌ってほしい曲アンケート取りますのコーナー毎回 放送の最後に生歌を歌をおうと思ってます何を歌ったらいいか最新のテクノロジー X を使ってアンケートを取ろうというコーナーですそれでは今から私の X に今日のエンディングに歌おうかなと思ってる曲2曲が書かれたアンケートツイートもうしましたポストですねポストしました皆様投票お願いします本日歌いたいな歌いたいなと思ってる曲ですね鈴木美恵子さんの「愛ちゃんはお嫁に」そして細川隆さんの「暴郷ジョン」からの2曲です 10分間アンケート機能有効ですので投票お願いしますドキ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 ,ドキお便りのコーナー今回のお便りテーマはルカチーへの質問コーナーですそれではお便りご紹介しましょうラジオネーム、えー、美人アナの息子さんありがとうございますこんばんはさて演歌歌手にとって切っても切れない必須アイテムといえばやはり和装ではないでしょうか 和服ですね和服ではないでしょうか僕も一度だけ和服姿のルカさんを拝見したことがありますが凛とした雰囲気を醸し出すルカさんに身が引き締まる思いがしたのを覚えていますそこで質問ですがルカさんがコンサートやテレビ出演の際に着られる和服はどうやって選んでいらっしゃいますか事前にルカさんが関係者の方にデザインなどをリクエストされることはあるのでしょうかということでお便りありがとうございますそうですね基本的にコンサートやテレビ出演の時はその日の気分によって書いてます、はいえー、と100年の冬 という曲その今流していただいた曲なんですけれどもあの冬なのであの皆さんに雪をねこう連想していただきたかったので白い着物がいいなということは私からあの伝えましたねそしたらもう素敵な着物がねこう出来上がってもうルンルンできてますいつもはいという感じですかね本当にお便りありがとうございますまたお便りお待ちしてますお次ラジオネームレオさんルカチこんばんは最近寒くなってきたのでそろそろ鍋の時期だと思うのですが一番好きな鍋は何 何ですかということでですね、ありがとうございます。あそうですね、もちづけるか、さっきもね、あの冒頭で言わせていただいたんですけれども、12月10日日曜日にですね、福岡に行きますということで、福岡モチびがめちゃくちゃ高いですなので、もつ鍋が好きかな 今一番好きなのはもつ鍋かな挑戦したいのはちげ鍋かないろいろあ,りあ,のあるんですけれどもちょっとね長くなりそうなんでこの辺にしときますまたお便り待ってますありがとうございますお次ラジオネーム3時パパさんルカさんこんばんはこんばんは今回は質問募集ということで一つ聞いてみたいんですがいろんな大物の方との共演や大きな会場でコンサートをする緊張しないためにステージ前に行っているルーティーンなどあれば教えてください来年もたくさんのメディアで。 メディアですねメディアで活躍する姿を楽しみにしてますということでありがとうございますそうですねやっぱり私も緊張しいなんですごくそこはね自分でも直していきたいなと思うんですけれどもなかなか治るものでもなくてですねまあそういう歌う前とかは実は楽屋で大きい声で「めっちゃ練習してきたからできるわいけるわ常に自分の最強をイメージと言ってます」声に出してます。はい言霊って本当にあると思うんですよね うん、やっぱりほら大きい試合とか、まあ、そういうスポーツあのアスリートの方とかもそういう試合前とかエンジン組んだりするじゃないですかあの大きい声で「行くぞ勝てる!」とかねやっぱりそういうのってすごい大事だと思うんですよね。私はそれを一人でやってる感じですね楽屋で是非皆さんも緊張した時とかやってみてください言霊って本当だと思うんでよろしくお願いします。 はいあの自信をね持って何事も挑むってことは本当に大事だと思いますありがとうございますお次ラジオネーム高尾さんルカチこんばんはこんばんは寒くなってきましたが暖かくしてますかめっちゃ暖かくしてます <laughs> はい暖房しないで我慢して風邪ひけないでねあ暖房をねあんまかけないですねでもね全然風邪ひかないです喉も今のところ大丈夫です。 ルカチが言われてニコニコになる言葉は何ですかルカチは優しいのでこっちから幸せの言葉を投げかけたいですちなみに自分はかっこいいねです <laughs> なるほどねかっこいいね <laughs> これからも応援してますありがとうございますそうですね言われて嬉しい言葉はですねまあ正直言うとですねか、まあ、可愛いとかもね結構言われ慣れてます <laughs> <laughs> はい自分で言うのもあれなんですけれどもなので私はナンバーワンじゃなくて「あのオンリーワンだよ」っていう言葉をね結構言われたいですあの。誰かと比べるというより何て言うんでしょうかね「ルカチしかこれはないだろう」っていう言葉を投げかけていただくと嬉しいですね。まあ分かりにくいと思うんでまあ、簡単なことで言うと一言で言うとですね「ルカチしか勝たん」とかね言っていただけるとすごく嬉しいです。あルカチだけなんだみたいな、はい、私ちょろいんですぐ信じますよろししくお願いします。 <laughs> はいということであ私の喜ぶ言葉は私以外にも誰にも当てはまらない言葉を欲しいです以上ですありがとうございますあという感じでですねあまだお便り来てるのでちょっと読みたいと思いますラジオネームハッピースさんルカチ血圧どうですか なんとななななく低そそうなイメーージですがむしろ私こそ必要なヨーグルトあなるほどね、私がねあの、血圧を下げるヨーグルトを X に投稿したのを見て書いてくれたんですね。ありがとうございます。ということで、私はですね、あの血圧高いです、正直言うと。下が 90, 上が150ぐらいなんですけれども、このヨーグルトを食べたり、あとバナナを毎日食べたり、あとは青汁を飲んだりして,て、すごい下がりましたね。下が 70, 上がまあ100ぐらいになりました。なので、これからも継続して続けていきたいと思います。よろししくお願いいますととうことであ次もまだいけ そうですかね。行っちゃいますね。はい、ルカちゃんに質問コーナーということで、喉大切あ全然。<laughs> ラジオネーム島方さんありがとうございます。ルカちゃんこんばんは。シワス忙しくしてますか。乾燥する季節なので、喉を大事にして過ごしてくださいね。私の質問ですね。もしルカさんが未来で教科書に載るとしたらどんな異形で教科書を乗りたいですか。私はですね、やっぱり音楽かな。うん、音楽の。 偉人ととして教科書を塗りたいなと思いな思ますでもねなんか発明もしちゃうかもしれないですけどね楽しみにしててくださいね。<laughs> はいということで歴史上で好きな人物とかがいたら教えてください。まあそうですね私は9月に「100年の冬」をリリースしましたこの曲はですね静か御前と源義経と悲しい恋の物語を描いた曲なのでうーん私が好きな人物は静か御前さんですかね <laughs> ありがとうございます。 お次ラジオネームケンジさんこんばんはありがとうございます。 え全国たくさん回っていて、大分でのライブとか、とてもえ大変だと思うんですけれども、常にモチベーションを高く維持していくために何か取り組んでいることはありますでしょうかとっても寒くなってきたので、お体に気をつけてくださいね。またお便りいたしますということで、ありがとうございます。モチベーションというのはね、結構私も揺るぎがちなので、私は世界で一番可愛いと勝手に思うようにしてます。<laughs> やっぱりね、さっきも言ったんですけれども、自分に自信をつけることはすごい大事だと思いますね。結構今まで自分に自信がなくて、下を向くこととか多かったんですけれども、例えば メイクに時間をかけてみたり、あとは美容に気をつけたりとか、もっとそしたらもっと自分を見てほしいと思うようになったんで、結構上をというか前を向けるようになりました。<laughs> こうファンの人の顔を見てちゃんと喋れるようになりましたね。はい、あの例えばまつげパーマをしたりすると結構もうもっと私の目見てというそういう気持ちになるので、すごいモチベーション上がります。 美容に気をつけたらすごいモチベーション上がりましたよろしくお願いします <laughs> という感じですかねいっぱいっすごい喋っちゃいましたすごいお便りありがとうございますまたお待ちしてますはいということでですねこの番組ではお便りを募集しています次回のお便りのテーマは今年やり残したことはありますかどんなことでも大丈夫ですですお便りは局のお便りフォームからかもしくはハッシュタグしゃべって演歌とつけてポストしてくださいよろしくお願いしますしゃべって演歌は全部ひらがなでお願いしますそれではここで 母に会いたいお聞きください お聴きいただいているのは、母に会いたい CD はもちろん、Apple Music、Spotify でもお聴きいただけますもちろん YouTube にもあります餅月るかで検索してくださいねそれではここからは餅月るかのラップのコーナー嫌な嫌な予感しかしない方も多いんじゃないかなと思いますけれどもなんだかんだみんなが楽しみにしているラップのコーナーでございますということで、今回歌詞がなかったあれるかちが全部考えたんですけれども ミュージックスタートしていきたいと思います。それでは行きます。スリートゥーワンゴー。 よよよ o yo, ぴエんぴん、まじでない。お便り、え、そんなことない。ラップの歌詞が来ない。どんな歌詞でもいいんだぜ。ん賢くない歌詞でもいいんだぜ。んみんなお菓子、おいしいお菓子好きかいじゃあラップの歌詞作るのは好きかいどうなんだいみんな待ってるぜ。イエイイェイ。本当に超待ってるぜ。イエイイエイイイ。I'm waiting you. はい。ということで、今回はみんな忙しかったのかななかなかラップの歌詞が来ないと、ロカチこのコーナー終わっちゃうんで、よろしくお願いします。はい。ということでですね、あの、はい。本当にそうなんで、ラップの歌詞送ってください。お願いします。はい。ということで、X のアンケート結果が出たようです。発表します。本日のエンディングで私が歌う曲は、愛ちゃんはお嫁にです。それでは、ミュージックスタート うん「うんさよならさよなら」さよなら「きょうり」「愛ちゃんはたろの嫁になる」 「おいらの心を知りながら」「でしゃばりお嫁に手を引かれ」「愛ちゃんは太郎の嫁になる」ありがとうございます。 いかがでしたでしょうか再来週は何の曲になるかな再来週をお楽しみにということでそろそろお別れの時間になってきました本当にねあっという間ですね早いうん。はいということで、えー、餅月るかの告知なんですけれどもねあのー、餅月るかのホームページまたは X をチェックしていただけたら嬉しいですよろしくお願いいたします はい。いやー、今年やり残したことを、まあ、冒頭にも言ったんですけれどもね、もっとね、みんなの前に出たかったな、ということで、来年は、あの、皆さんの前に1秒でも長く出たいと思います。そして、絶対に何かしらの賞を取ろうと思ってます。まあ、望月るかが言ったことは、絶対なので、有言実行の望月るかということで、絶対何かしらの賞を取りたいと思います。今言ったこと覚えておいてください。よろしくお願いします。はーい。ということで、あの、 コメント読んできいこうかなうん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 本当か本当です大丈夫ですはいまあ何も決まってませんがね <laughs> あの言霊と言ったのではいギネスギネス乗っちゃうかな何乗っちゃうかなはいということであれ何これ歌誰からも歌詞来なかったのでこのコーナーは今回が最終回になりましたと事務所の社長からのメッセージが来ました皆さんどうですかえー、どうなんですか次は送ってくださるんですか 待ってますよ本当にもう全部ルカチが作ったんですからね <laughs> はいということで来週もあ来週再来週ですね再来週もよろしくお願いいたしますではそろそろあの最後の曲を流したいと思います最後はこの曲です。望月るかで重、ね この放送は広告デザインの b シュ r ー、創業50年のとや、リフォームのカモインテリア、早川病室の提供でお届けいたしました。